これが多くなると信用問題にも関わってきますので、人間関係にこう、まあ、ダメージというかね、こう傷をつけてしまうという、まあ、そういうことが実は研究結果としてもすでに分かっていることなんです。皆さんこんにちは、スピーチャリッチ3人です。今日もありがとうございます。明日9月28日はあらゆる願い事が叶うと言われている開運日の一粒万倍日がやってきます。この一粒万倍日は願望成就や金運がテーマなので、今日はその話をしたいと思うんですけれども、これに関連して本題に入る前に一つお知らせをさせてください。開運日のテーマの一つでもありますけれども、このチャンネルをご覧の方の中には金運を上げたいとか、幸せなお金の引き寄せをマスターしたいと感じられている方少なくないんじゃないかなと思います。それで時々動画でも金運の話やお金のことについて話すこともあるんですけれども、三輪さとし公式 LINE の方ではより詳しく本質的に金運を上げる方法をステップバイステップでお伝えしています。金運というのは体質なので、神社やパワースポットに行くのもいいんですけれども、本当に豊かになるには根本的な体質改善をする必要があります。公式 LINE の方では金運の体質改善ができる方法をバッチリ伝授していますので、ぜひ動画概要欄、コメント欄から無料で登録してみてください。はい、ということで、ここからが本題ですね。明日の一粒万倍日をさらに効果的に活用してラッキーを引き寄せたり、願い事が叶いやすくなる方法についてお話したいと思います。まず一つ目に一粒万倍日の基本情報についてですね。一粒万倍日は今日本でも一番暑い開運日ですけれども、これって一体何の日なのかということですね。そして2つ目は一粒万倍日を活用して願いを叶えるにはどんな行動をすればいいのか、おすすめの開運アクションをシェアします。そして今日のメインテーマですね。確かに明日は一粒万倍日なんですけれども、今コミュニケーションのトラブルが起きやすい時期と言われている水星逆行期の真っ只中でもありますので、これだけは NG、 運気が逃げるコミュニケーションの取り方、これについてお話したいと思います。これは対人関係運ですとか恋愛運だけじゃなくって、お仕事や金運を逃さないためにも避けたい行動ですので、ぜひ NG 行動を普段してしまっていないか今一度チェックしていただければと思います。そして最後4つ目に、このチャンネル恒例、スマホで見るだけなのに嬉しい引き寄せが頻発する遠隔参拝動画についての分かち合いをしたいと思います。いつも見ていただいている方はおさらいも含めてご覧いただければと思いますので、今日もぜひ最後まで一緒に学んでいきましょう。それでは1つ目のテーマですね。明日の一粒万倍日はどんな幸運をもたらしてくれる開運日なのか、基本情報をおさらいしたいと思います。一粒万倍日はこの日にまいた小さな種が後々万倍となって実る、育つ、そんな意味の込められた開運日なんですけれども、これはつまりは一粒万倍日に小さな一歩を踏み出すことで、それが後々大きな成果や結果となって現実に現れるという意味があります。何かをスタートするには最適な一日として、昔から特に芸能関係ですとか経営者の間で意識している人は多かったんですけど、特にここ数年で一般にも広く知られるようになったと思います。今日本で最もポピュラーな開運日として、ここ数年でかなり一般層にも普及しているんじゃないかなという印象を持っています。一粒万倍日のこの由来は木星の公転周期をもとにした十干十二支から来ていまして、実は星の動き、天体の動きと関わりの強い開運日なんです。木星は特に西洋占星術でも注目されていると思うんですけれども、東洋の方の占星術でも木星は最も尊い星、幸運の星という位置づけでして、なので昔から西洋東洋両方から注目されてきたというのが、僕はいつも面白いなと、興味深いなと思っています。この一粒万倍日自体は東洋発祥のもので、小さな種が万倍となるとか、どんな物事でも大きくなる、育つっていうね、そういう開運日だということなんですけれども、そもそも西洋占星術においてもこの木星のテーマっていうのは拡大、発展、幸運ですので、すごくね、共通点を感じられて、ここも興味深いと思っています。で、明日については大安と大明日も重なる、実はトリプル開運日なんですね。大安は、カレンダーにも記載されていることが多いのでご存知の方もいると思うんですけれども、一日中何事もうまくいきやすく、何をやるのにも大吉とされている日取りですね。特におめでたいイベントごとには大安にやるというくらい、これも昔から日本で活用されてきた開運日の一種だと思います。
そして大明日なんですけど、大明日は天と地の道が開いて世の中の隅々まで太陽の光で照らされる日という意味があります。そう、太陽なんですね。あらゆるすべての行いに太陽の恵みが授けられるということなんです。まあ、それで縁起のいい日と伝えられている開運日なんですけれども、実は明日トリプル開運日ということで、まあ、なかなか縁起が良くていいですね。はい、それで一粒万倍日にはどんなことをすると運気が上がるのかというところなんですが、財布の購入ですとか財布の使い始め、あとは株や金銀プラチナといった金融資産の購入、クレジットカードや銀行口座の新規開設、あとは資産形成をやっていきたい人は資産形成用の口座を新しくこの日に作ったりするのもいいですね。他にも診察に両替をするですとか、通帳の記入ですとか、寄付やボランティア活動ですとか、あとは習い事ややりたかったことに申し込んだり、それをスタートさせる日にすること、また一粒万倍日は恋愛やパートナーシップに関する物事にも使われてきました。プロポーズや告白、気になる相手に連絡を取ったり、結婚、入籍、結納といった婚姻に関するアクションも吉とされています。はい、それでは今日のメインテーマになるんですけれども、今日はですね、運気が逃げてしまうコミュニケーションについてお話をしたいと思います。明日は開運日ではあるんですけど、今10月2日まで水星逆行が続いているので、コミュニケーションには要注意ということでこのお話をしようと思いました。そもそもお金もお仕事も人間関係が豊かであれば充実するという事実があります。ね、お仕事だって基本的には他人を相手にしているわけですし、お客さんがいたりとか、もしくは仕事仲間というその他人との関係の中でお仕事をやって、お仕事が生まれて豊かさを生み出しているわけですよね。まあ、なのでコミュニケーションを制するものはあらゆる人生の分野が充実する、これは間違いないことだと思います。それでこの時期にコミュニケーションにおいてトラブルのもとになりますから、絶対にやらないように気をつけていただきたいことがあるんですね。それが3つあります。1つ目がファビング、2つ目が会話泥棒、そして3つ目が目を見て話さないということです。1つ目のファビングなんですけど、これ皆さん聞いたことありますか？実はこれやってる人めちゃくちゃ多いんですけれども、ファビングっていうのは相手がいるときにスマホに夢中になることでコミュニケーションが中断してしまったりですとか阻害されるという状態のことです。人が喋ってる間とか一緒にいる間にスマホを触る行為なんですけど、これやってる人結構見かけますよね。そしてあなた自身もやってしまっていませんか？一緒にいる人がスマホを見ていたり触っていることで自分といると退屈するのかなとかね、楽しくないのかなっていった、そういう気持ちになるといったこと、まあ誰でも1回くらいはあるんじゃないかなと思うんですけれども、これが多くなると信用問題にも関わってきますので、人間関係にこうまあダメージというかね、こう傷をつけてしまうという、まあ、そういうことが実は研究結果としてもすでに分かっていることなんです。ということでまずはファビング、これはついついやってしまう人もいると思うんですけど、やらないようにこの時期は特にですね心がけていきましょう。それから2つ目が会話泥棒ですね。これもね結構やっちゃうものなんですけれども、相手が喋っている内容を聞いているときに自分の経験なんかと被っていると、あ、それ私の場合はとかね、僕の場合はねみたいな感じで自分も喋りたくなっちゃうことってありますよね。でこれって僕の場合はねって少し伝えてからまたすぐに相手の話に戻すということができれば会話のアクセントにもなっていいと思うんですけど、私の場合は僕の場合はっていうふうにこう始めてしまって、で結局相手が言いたかったことを聞かずに自分が気持ちよく喋り続けちゃうみたいなこと、こういうことがあるとかなりコミュニケーションとしてはまずい感じになってしまうわけなんですね。前もどっかの動画で言ったと思うんですけど、コミュニケーション上手な人っていうのは自分が気持ちよく喋るっていう人じゃなくって、相手に気持ちよく喋らせる人なんですね。なので会話泥棒、これは特に水星逆行の時期は気をつけたいところかなと思います。そして3つ目、最後3つ目は相手の目を見て接していますかっていうことですね。これ結構日本人は文化的にそんなに相手の目を見て喋るっていう姿勢が全体的にすごく薄いと思うんですけど、これも実はあらゆる研究結果でもうすでに出ていることですね。目を見て喋ると印象が良くなります。そして相手が話しやすくもなります。また自信がある人というふうにも思ってもらえます。こんなにいいことがねたくさんあるんですよね。人の目を見るのが苦手という人もいると思いますので、ちょっとしたコツをお伝えしますと、目を直接覗き込もうとするというよりかは目と目の間を見るようにしたり、
もしくは目の少しだけ上を見るようにすると、結構その目を見るのが苦手っていう人でもできちゃったりすると思います。あとは常に見るというかはですね、 50% でいいですね。常に相手の目をこう見るっていうのも逆に違和感があると思うんで、まあ、喋ってる時のだいたい 50% くらいを意識して、こう相手のその目のあたりですね、目の周りを見るようにしてください。で、相手と実際に目が合うってこともあると思うんですけど、目が合ってからだいたい1秒ぐらいで視線をずらすと自然というふうに言われています。ということで、開運を逃してしまうコミュニケーションですので、これについて3つ気をつけましょうということでお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。もし一つでもやっちゃってるなと思ったことがあれば、ぜひ明日から見直してみてください。はい、それでは今日最後のお話をしたいと思います。このチャンネルでは全国のパワースポットを遠隔で参拝できるエネルギー動画を YouTube のストーリー機能を使って開運日ごとに毎回公開しています。これまでに遠隔参拝動画を見た後に驚きの2000万円を一発で引き寄せたという、そういう視聴者様もいらっしゃいまして、嬉しいご報告を毎回いただいています。明日は奈良県天理市の磯の神神宮の遠隔参拝動画を公開します。磯の神神宮のご祭神は猿田彦狼、住吉狼、そして高狼の神、この3体が祀られていまして、健康成就、助祭招福、あとは百事成就の守護神として信仰されています。ストーリーの見方ですけれども、朝9時以降にスマホ版の YouTube アプリからこのチャンネルのプロフィール写真をタップしてください。そうすれば参拝動画がスタートします。ストーリーはアーカイブが1週間残るようになっていますので、過去1週間で公開したストーリーも先に流れるようになっています。なので明日公開するエネルギー動画はタップしたら前回の遠隔参拝動画が流れる人がいると思いますので、それは少し見てお待ちいただいてから明日の分を楽しんでください。はい、それでは今日の動画が良かった、役に立ったと思っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ3輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。